れるとこっちから今入るようにしてる。バルブの向きを変えることで空気のね、息のね、できるレベルがね、変えれる。最初レベル低いのから徐々に徐々にレベルアップしていけばいいね。結構すごいね、これ。でもね、息が全くできないわけじゃないから、ってやると息が出る。でも確かに吸うのと吐くので肺の力がいる。肺活量とか心肺機能上がるね、これ。で、血中の酸素濃度が下がるから筋肥大しやすい。筋肉が大きくなりやすい。短時間でトレーニング効果は上がりやすい。これいいね。ここのラバーカップがすごいフィットするから空気逃げない。ここのところから逃げないと入ってこない。ここだけで吸ってるからね、すごいしっかりしてる。ここがでね、ベルトはこれちょっと俺は髪汚いと思うけど、頭に留めれるのと後ろがマジックテープになってるからすごいフィットする。素材もね、ここ柔らかいから痛くない。全然痛くない。これいいんじゃない。でこれでお買い物とか行ったらね、みんな引くからソーシャルディスタンス自然取れちゃう。5メーターぐらいみんなね、こう開いてくれると思う。エアロマスクね、エアロマスク。おすすめです。いいっす。